はい、こんにちは。今回はね、こちらなんですよ。で、これは、カーズですね。最初の頃のカーズっていうのは全然違うんですね。最初の頃のカーズっていうのは、どっちかというとすごく気が強くて、俺様が一番だみたいな感じで、もう自分が一番優れてるんだみたいな。だからもう他の車は劣ってるんだみたいな。もうそのぐらいすごかったんですね。でそれでもう自分に勝る車なんかねとかっつってすごい威張ってたんだけども、まあそれでだんだんそのカーズの世界の車からあんまりこうなんていうのいい気になるんじゃねえみたいな感じでこう言われたりなんかしたんですね。でそれで何を生意気だみたいな感じだった。ところがある時1950年代の車がやってきて、まあその車もやっぱりその数々のレースを総なめにしたもう優勝者だったんですね。でそれであんたの気持ちもわからないわけではないと。昔俺も何しろ俺も若い時は数々のレースで優勝して、で気分がどんどん良くなってきちゃったから、そういうまあ天狗みたいになっちゃったと。自分が一番だみたいな。ところがそれはある意味その行き過ぎたんだと。要するにそれは仲間がいたからこそ自分が数々のレースで勝利できたんだと。だからまあああいうふうに大きな大会なんかで優勝できたんだよ。だからカーズもお前もその気持ちがまあ分かるようになればいいなと、こういうふうに教えてくれたのがいたんですね。でそれでカーズはそのことがあって以来、自分の地元の町の中を始めたカーズのその仲間たちとか、まあすとぼけたメーダーとかね、まああいったとか、あとはサリーとかっていうポルシェの彼女ですね、まああいったのとかが出てきて、でカーズはどんどん変わっていったんですね。でそれでそういうなんていうの弱いなんていうのかな、ある意味その自分の立場よりも弱い立場の車をこう守ってあげようっていうか、そのリーダーになってあげようっていう、そういう何て言うのかな、優しさっていうか、そういうところの思いやりっていうんですかね、そういうのが出てきたんですね。でもともとそのカーズが何て言うの、最初その立ち寄ったその町っていうのは市場に寂れてたんですね。それは実際のアメリカでもあったらしいんだけども、ある隣の町が非常にそのなんていうの、昔はその町は栄えてたんだけども、隣に高速道路ができたおかげでみんなそっちの高速道路の方を通るようになっちゃったと。だからもうそこの町はすごく寂れちゃったんですね。でからもう要するにある意味観光客をから元にこの生活をして潤っていたので、それが突然高速道路ができたことによって観光客の数がどんどん減ってしまっていなくなってしまった。まあ結局は、まあ基本的にディズニーの映画ってすごい最初残酷なぐらいのところから すごい残酷な世界から始まるんですよね。ディズニーの映画ってほとんどどの作品もみんなそうなんだけど、で最終的にどんどんこうハッピーエンドになっていくっていうね、まあそういう、まあ、ストーリーっていうか、そういう風になっていってるんですけども、まあいろんなそういう思いがありまして、でカーズはそこでどんどんそういう、まあ、人間で言ったら人の気持ちっていうかね、まあ、そういったのがこう分かるようになってきて、で自分はまあこの人の、まあ、たちのよくリーダーであらなくちゃいけないと。でそして、数々のレースで優勝していかなきゃいけないなっていう、まあ、責任感というかね、ある意味思いやりというかね、ある意味責任感、そして思いやり、まあ、そういったのを込めて出てきた。だからこれはある意味ちっちゃ外交向けに作られてる映画ではあるんだけども、同時にそれは人間の社会にこう影響してるんですよね。要するにそれは弱いものをいじめても、弱いものをいじめたりバカにしたって結局何一ついいことなんかありゃしないと。むしろ自分より弱い人間に対してなんていうのかね、まあ尽くしなさいというか、親切にしてあげた方がいいですよみたいな。そうするとまあ恩返しじゃないけども、まあそういったことがプラスになっていい人生を送れるよと、まあそれをカーズからこう教わったというかね、
そういう素晴らしい映画だったんですね。でもともとカーズっていうのは90年代の時にそのディズニー映画でして、それを作ろうとしたらしいんだけども、いろいろとまあ困難なことがあって、で断念してしまったらしいんですね。でそれをまあ2000年代に入ってからカーズがこう復活、もう一度カーズの映画を作ろうっていう話がまた湧き起こってきて、でそれでカーズの映画が できてきたんですね。でそしたらもうずっとね流行るようになりましたね。でこれはある意味そのピクサーっていうね映画会社ができたんですよ。要するにそれはディズニーからまあこうなんていうの、ディズニーの 子会社なんだけど、まあその独立した会社があるんですね。でそのディズニーから独立したのがピクチャーで、そのピクチャーを通してまあ結局最終的にはディズニーのとこ行くんだけど、まあそれでいい作品ができるようになったんですね。だからなかなかこれはねいい作品でしたね。確かトイストーリーの次にこれが書かれたんじゃない、次にこれピクチャーが出てきたんじゃないかなと思ったけどね。まあなかなかピクサー映画っていうのも面白いもんですね。まだ私はカーズとトイストーリーぐらいしか見たことないんだけど、他にもなんかほら目が一つしかない、目が一つしかないじゃない、なんかほらお化けのやつとかさ、あとなんか虫が昔いたよね、なんか虫が主人公になったやつね、まあああいったものとか結構ピクサー映画面白そうだなと思ってね、あんですけど、でこれトビカとしても出てきて、これよかったな、これ非常に結構最初最初は正直言ってなんだこれだと思ったんですけど、まあだんだんこう見せ行って見るじゃないですか。で見るとなかなかこれ結構よくできてるなと、このタイヤのところとかね、こういうところがよくできてるんですよ。である時おもちゃの、いいおもちゃっていうのはね、見分け方っていうのはね、箱があるじゃないですか。で本来他のおもちゃって箱であるから、まあ、買ってきた後はお客様が遊んでみてねみたいな、そんな感じになって売ってるじゃないですか。ところが親切なおもちゃ屋は箱があって、箱の中身がどんな風になってるのかっていうのは、まあ本来だったら買ってこなければ分かんないんだけど、それを買う前にこういう風になっていますよっつって、わざわざその箱の上にこうやって置いてね、でそれをビニールかなんかで包んで、でそれで店頭販売してるんですよね。でそれでまあ箱の中身はこういう数ですよみたいな、だから気に入ったらまあ買って遊んでみてくださいねみたいな、そういうお店の方が一番ある意味親切なんですよ。っていうのはなかなかそういうおもちゃ屋さんって見ないんですよね。でそういうところをやってるおもちゃ屋さんってね、すごく親切心があるから、まあ私はそこを、そういうところで陳列の仕方というか、そういうやり方のおもちゃ屋が気に入って、で買いに行きましたね。まあ、そこのおもちゃもいいおもちゃだったね。何しろもうずっと大昔の話になりますけど、もうかれこれ20何年ぐらい経ってるんじゃないですか。もうその時からずっとやってましたからね、そこのおもちゃ。もう当時ねから考えたら、今少子化で子供の数も少なくなってるんでしょうけど、そういう時代にある意味負けることなく作ってるんでね、作ってるじゃない、販売してるからすげえなと。で店の場所もそこであんまり変わら、場所も移ることもないし、そこの建物の中の一角としてずっと販売してるからね、おもちゃはね、個人としてやってるおもちゃなんだけど、ずっと今後も続けてってほしいなって思いましたね。であれずっと続けてたおかげで、ある意味そのうち大きな本屋みたいな、本屋が隣に同じ会社のやつで本屋ができまして、でちょっとはっ、なんていうんですかね、裕福になったんですね。だから非常に良かったななんてね思いました。そういう風なおもちゃは私応援したいなっていう感じですね。でこのカーズもね、まあ値段はちょっと1000円ちょっとぐらいするかななんですけども、まあなかなか買ってみると結構いいですよ。で顔は確かにカーズなんでね、顔はあるんですけども、まあここにこういうウィングとかこういうところの予約もこう、まあちょっとこう光ってるような感じで、ラメが入ってるみたいな感じでできててね、結構豪華にね仕上げられてますよ。はい、というわけで、もし気に入ったら買ってみていかがでございましょうか。どうもありがとうございました。